ビーコンズフィールド伯爵はかつて存在したイギリスの伯爵、ビクトリア女王の寵愛を受けた首相、ベンジャミン・ディズレーリのために1876年に創設された。本校では彼の妻メアリーに創設されたビーコンズフィールド女子爵についても触れる。英国首相。 ベンジャミン・ディズレイリの妻メアリーは、夫の首相退任後にあたる1868年11月30日に、連合王国貴族として、バッキンガム州ビーコンズフィールドのビーコンズフィールド、女子爵に除せられた。この女爵は、彼女の権利としてなされたものであったため、夫のディズレイリは、庶民員の一員として残ることができた。 この女尺は長年付き添ってくれたメアリーに感謝するディズレーリが女王に嘆願して実現したものであったが、彼女はこの時点ですでに病魔に侵されており、4年後の1872年にその生涯を閉じた。彼女の死去に際して尺位は消滅した。初代ビーコンズフィールド伯爵ディズレーリは妻、メアリーの死後、1874年にグラッドストーンを下して、 再び首相に返り咲いた。彼は首相在任中の1876年8月21日に連合王国貴族としてバッキンガム州ビーコンズフィールドのビーコンズフィールド白尺及びバッキンガム州ヒューエンデンのヒューエンデン子爵に譲された。ディズレーリはこの助爵によって自動的に庶民院の議席を失ったが首相ではあり続け貴族院から政府を率いた。 ビーコンズフィールドはバッキンガムシャー州の町の名称である。その議会での経歴の大半をディズレーリはバッキンガムシャーの一員として働いた。ディズレーリは近隣のハイウィカムに私有地として救援殿マナーを所有していたがビーコンズフィールドに居住することはなかった。ディズレーリが称号にビーコンズフィールドを選択したのはディズレーリが賞賛していた保守政治哲学者で 国会議員のエドマンド・バークの影響かもしれない。バークは自身をビリコンズ・フィールド卿として貴族に列するというジョージ3世の提案を辞退していた。ディズレーリは1878年に彼を公爵に除するというビクトリア女王の提案を断り代わりにガーター勲章を授与された。ディズレーリは後継ぎがないまま1881年に死去しすべての爵位は途絶えた。 ヒューエンデンマナーは、ビリコンズフィールド卿の王位であるコニングスビー、ラルフ・ディズレーリに渡った。ビクトリアは、ディズレーリの競争相手であった、自由党のウィリアム・エワート・グラッドストンよりも、ディズレーリの通りー党的政策を好んだ。ディズレーリはまた、ビクトリアを、インド女帝として体感させる1876年、国王将合法を推進した。ありがとうございます。